ジェイコブカイ・マーフィーはイングランド・オエンブリー出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。2011年3月31日、翌シーズンよりのリッチシティ FC のトップチームに昇格することが伝えられた。2014年1月4日の FA カップ、フラム FC 戦でプロデビューを飾った。同年2月7日、スーインドンタウに FC に3月8日まで、 期限付き遺跡に回される。3月27日からシーズン終了までは、フットボールリーグ2のサウスエンドユナイテッド FC に、ローに出された。2015年8月14日にコベントリーシティ、FC に6クラブ目の期限付き遺跡に出されるが、活躍が認められ翌シーズンからはのリッチに復帰する。2016年8月6日には、 ブラックバーン・ローバーツ FC 戦でのリッチ初ゴールを決め、4から1の勝利に貢献した。シーズン終了後には、サウサンプトン FC やウエストブロムビッチ・アルビオン FC などが興味を示していたが、2017年7月19日、家族の故郷ということもあってかねてから加入を望んでいたニューカッスル・ユナイテッド FC へ1200万ポンドで移籍が決定した。 2018年1月20日のマンチェスターユナイテッド FC 戦では初得点を挙げたがチームは3から1で敗れた。2019年1月ウエストブロムビッチアルビオン FC へシーズン終了までレンタル移籍。2019年8月シェフィールドウェンズで FC へレンタル移籍。双子の兄弟の女子もサッカー選手、ありがとうございます。